はい皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です、えー、今回は私の方で、えー、直前期に実施させていただきますキユの予想論点最終チェック講座こちらの講座について簡単に、えー、ご案内をさせてくださいはいこちらの、えー、直前期の対策講座こちらのパンフレットの中に掲載されています。 キユの予想論点最終チェック講座というものです。不動産東京と商業東京、えー、各一回ずつ合計二回ございます、えー。まあ内容はこのタイトルの通りなんですが、えー、今年狙われそうなキユ論点これの最終チェチェック、えー、最終確認をするっていう講座です。えー、ポイントをこちら三つ書いてます。 毎年私、休日の出題予想をしてます。その出題予想のスペシャリストとしての目、それから実務化目線として、今年の本試験の休日式で狙われそうな論点ですね。それをまとめた講座です。出題予想分野の休日の論点、それから休日のテクニックがわかります。そしてテキスト内容、 本試験の会場にまで、えー、持ち込んでほしいね、そういった渾身のレジュメとなってます。まあ今のところ書いてましたように、えー、今回今回のこの講義レジュメですね、私が作成しましたまあ本試験の必勝マニュアル本と考えてもらっても結構です。本当に今年の旧式問題で。 狙われそうな論点、それが盛りだくさんとなってますから。本当にあの本試験の現場はで持って行ってもらってね、最終確認使っていただければと思ってます。はい、えー、まあ今年の、予想論点をたくさん入れているんですが。テキストの内容としましては、えー、予想論点、不動産登記を合計三十個。商業登記も、合計三十個、入れています。 でまあ、一問一答形式のような形で、まあ、問題形式で、えー、そして皆さんにひな型を答えていただくというねそれともう一つ、えーまあ、去年の本試験問題もそうだったんですが、えー、民法改正があって、えー、去年いきなりその改正民法論点が、えー、不動産登記の旧式問題で問われてました。なのでこの傾向は、えー、少し気をつけておく必要があるかと思います。 ですね今年も民法の改正論点、それから商業登記も会社法の改正論点です。その改正論点で今年の試験で出そうなところ、それもテキストに盛り込んでいます。はい例えばあのどんな内容が入っているかね簡単に前の画面に映してみます。はいこれは予想論点の10番ということですが全部取得条項付き種類株式の取得 えっとこれは今回の改正ではないんですが平成二十六年の改正です平成二十六年の改正でまだ出てないんで出る、えー、恐れがありますから例えば今回の改正でいうとはいこんな論点、えー、役員の変更登記で公権、えー、補佐ね、えー、取締役の欠格、えー、自由ではなくなりましたはいまあ商業え登、ー、記だとねそんな論点 で不動産登記だと、えー、例えばですね面積的債務引き受け、はいこんな感じで穴埋め問題で出してますこれも民法改正部分で、えー、面積的債務引き受権 によってえ、その新債務に抵当権を移すためにはどんな要件が必要かねま。それも誰と誰が契約をするか、抵当権者と引き受け人で契約をするのか、あるいは旧債務者と支給金で契約をするのか、そんなところによって要件は変わってきます。ま、それは民法で今回ね。民法改正で明記されたんです。 なのでその面積的債務集計の要件がちゃんと理解できているかそんなことが記述の方で試される恐れもあります。あとは例えばまあこれも民法改正ですが配偶者居住権の設定の登記などはいそんな形でまあ合計30個ずつの論点ですねそれを各登記法を入れていまして。 当然あの改正論点ばかりりじゃありません従来からの論点で、えー、今年、出題が予想されるところ、まあ、むしろそちらの方が多いです。で、まあ、そういった論点も盛り込みつつですね、まあ、あの最近の試験傾向で見られる、えー、直近の改正がもういきなり旧式、えー、問題で出されてくる、まあ、そういった傾向も踏まえてですね、えー、講義の方、えー、テキストの方をです、ね、作るようにしています。えー、ぜひ期待をして、えー、しておいいください はい、ではあのう是ともですねこちらの講座うまく利用していただいて、そして予想論点をしっかりと確認マスターしてもらって、そして本番の本試験、記述の方について安心してですね望むことができていただければとね思っております。ぜひたくさんの皆様のご受講をお待ちしております。では受講ねご検討くださいよろしくお願いいたします。